はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回はね、海外のね、心霊話を一つ紹介したいと思います。アメリカのインディアナポリス州に、エイボンっていう、その、土地があるんですよ、場所が。で、そこにはね、不気味な噂が流れている橋があるんです。その場所っていうのは景色がいいからちょっとした観光スポットにもなってるんですけどね。で、この橋ね、1907年頃に建設されまして、幽霊橋なんて呼ばれてるんですよ。なんでも夜になると霊が現れたりとか、不思議な声が聞こえるといった現象が後を絶たないんだそうです。で、この橋が心霊スポットになっているその理由としてはいくつかありまして、これ紹介していくと、橋を作る際に事故が起きたんだそうです。あるあるだよね。うん。よくある話。男性がね、建設中の橋で足を滑らせて、まだ柔らかいね、コンクリートの中に落ちてしまったんだそうです。で、その男性は翌朝にコンクリートの中に固まった状態で見つかったんだそうです。で、彼以外にも、実際その橋を作るのに携わってるその労働者が建設中に何人かね、同じ感じにコンクリートに落ちて事故死してるそうです。これね、すべて記録に残っているらしい。当時の。で、これ、その実際に作業してて、その落ちた労働者っていうのは、その後どうなったかっていうと、現在もね、橋の中に、埋められたままになってるそうです。コンクリートから出されてなくって、そのまんまコンクリートの中に死体が入って固まった状態で、橋が作られたらしいんですよ。うん、だから、橋の上を鉄道がまあ通るたびに、彼らの魂は目覚めると言われているみたい。よく、トンネルなんかでは、トンネルを掘る作業っていうのは、昔はかなり過酷な労働で、よく囚人とか連れてきて、昼夜問わず作業させて、で、まあ、過労死とかで亡くなった作業員とかは、あと、逃げ出したりし、したやつとか捕まえられて、その人たちみんなね、そのトンネルの壁に埋められたなんて話、よく聞きます。実際にね、北海道の最強心霊スポットって言われてる縄文トンネルってあるんですけれども、ここね、本当に埋められてたんですよ。たまたま地震が起きて外壁が崩れた時に人骨出てきたの。うん。で、他にも人骨はおそらくたくさんあるだろうって言われてるんだけれども、現在もそのトンネルは使われているもんだから、電車止めるわけにもいかなくて、掘り起こすことができないから、そのまんまになってる。ただ、慰霊碑だけ建てられて、今でもそのトンネルは使われてるから、そのトンネルの中に電車が入っていくと、怪奇現象が起きたりとかっていうのが、よくある話なんですよ。その縄文トンネルはね。だから、遺体がそのままコンクリートに埋まってるっていうのも、あながち嘘じゃないかもしれませんね。他にもこの橋では夜になると女性の悲鳴が聞こえるっていう話もあります。なんでもある夜に病気の赤ちゃんを医者に見せるため橋を横切って渡ろうとした女性がね、その線路に足挟まって動けなくなったらしいんですよ。で、そのうちに電車が来て、で、なんとか足は抜けたんだけど、もう橋を渡り切るだけの時間がなかったから、もうそのまんま川に飛び込んじゃったんだそうです。子供抱いたまんま。で、幸い女性の方は助かったんだけど、その赤ちゃんの方は亡くなったそうで、で、あまりのショックで、その女性も、その後、数週間後だかに、自ら命を絶ったっていう話なんですよね。だから、その女性のその悲鳴が聞こえるとかっていうのは、その女性なんじゃないかっていう話です。話をね、聞く限り、この橋に関係したね、その、いろんな、その無念の思いを持って、亡くなった人たちっていうのは何人もいるから、だから、なるべくしてなった心霊スポットと言っていいかもしれませんね。